この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃな。この辺りはどういう地域なんじゃ？いくつかの町と国王軍の基地、それと野党のアジトがあったはずだ。国王軍に野党か。なかなか厄介そうじゃない。その通りだ。気を抜かずに進もう。
世話がかかりますな。ありがとうございました。この村もアクアニウムの爆発に巻き込まれたのか。そうだ、ここも近かったせいで壊滅してしまった。ひどいもんじゃな。私の責任だ。おっさんは知らなかったんだろ。気にすんなとは言わないけど、自分を責めすぎるのも良くないと思うぞ。そうですか。今後どうしていくかが大事じゃ。今後か。そうだな、よく考えよう。世話がかかりますな。ボロボロになっちゃったんだろうな。理由はいろいろでしょう。野党に襲われたり、災害に見舞われたり。
住んでた人たちが無事だといいな。頭が痛いのか。ここで暮らしていた頃のことを思い出して少しだ。無理しないで休んでろよ。すまん。水を運んでくれるけど、反対側に渡ろうとすると大変だよな。そこで橋を架けるのです。橋は交通の要だ。橋ができれば往来が盛んになる。でもこの辺は橋が少ないよな。作るのに金がかかるのもあるが、北欧軍が落とした橋も多い。楽しかったぞ。水を運んでくれるけど、反対側に渡ろうとすると大変だよな。そこで橋を架けるのです。橋は交通の要だ。橋ができれば往来が盛んになる。でもこの辺は橋が少ないよな。作るのに金がかかるのもあるが、北欧軍が落とした橋も多い。
んだよこれ。聞きしに勝りますな。これがアクアニウムの爪痕。そうだ、巨大な爆発によって辺り一帯が跡形もなく吹き飛んだ。そしてその引き金を引いたのが当時国王軍の戦車隊を指揮していた私だ。そうだったの。なんで俺たちにこれを見せようと思ったんだ。アクアニウムがいかに危険なものかを知ってもらいたかったというのが表向きの理由だが、本当は怖かったのかもしれんな。お前さんほどの人間が何を恐れるね。取り返しのつかない己の罪と一人で向き合うことさ。だがおかげで再確認することができた。やはりアクアニウムは人の手に負えるものではない。けどブレッドってやつは集めて使うつもりなんだよな。一つでこれなのに数を集められたら誰も手出しできなくなるでしょうな。そんなことになったらお父様は。お父様？あ、それはその。おしゃべりはそこまでだ。誰だお前。よくぞ聞いてくれた。俺の名はクロア将軍。と知ってる奴がいたのかよ。意外と俺も顔が売れてんだな。あれもフォレストランドの将軍なのか。正体がバレてんなら早速問題だ。あんた間近で魔物を見るのは初めてだ。任務じゃなきゃ怠慢でやり合いたいところなんだがな。いつでも相手してやるからかかってこいよ。動くな。警告は一度だけだ。おっさん、シーフ、あん、舌を噛むなよ。はっ！この、動くなってのに。やっとしたぜ。だがこれで終わりだ。へっ、それはどうかな。何？まずい。みんな無事か。無茶しすぎですぞ王子。本当って、あれベルゼは？口の中が砂まみれだ。それにしてもここは古い遺跡のようじゃな。地下にこんなものがあったとは。ゆっくりしている暇はないぞ。クロアという将軍と兵士たちも
一緒に落ちたはずだ。見つからないように出口を探そう。地下にこんな空間があったのか。人間が昔作った遺跡みたいだな。ここからは地上に戻れそうにないね。先へ進んでみようか。道は向こうに続いてるけど当たれないな。しょうがない、他の道を探すか。橋が崩れてるな。スピードに乗ってあの斜面に行けば飛び越せるんじゃない？バイクを使って試してみるか。天井が高いな。地上はまだまだ先みたいだな。
感じだな。くそ、どうなってんだよ。落とし穴とは随分古典的な罠だな。下に剣やら槍やらが突き立ってないだけ情けがあるの。そうでもないみたいだよ。おいおい、これって結構ヤバくない？フォレストランド軍と戦っていた方がマシだったかもな。どうするんです、王子？やるしかねえだろ。え？だからやるしかねえだろって。静かに。そう、あなたたちも怖いのね。驚かせてごめんなさい。あなたたちを傷つけるつもりはないの。何やってんだお前、そんなことしたって。なんと。小娘のおかげで命拾いしたようですな。たまたまだろ。そうか、きっと俺の恐ろしさにビビったんだ。どっちでもいいよ。それより出口を探そう。とても人が通れる隙間ではないな。そういえば、ドンプテラノの時も似たようなことしてなかったっけ？うん、たまに虫や動物の声が聞こえてくることがあるんだ。その時だけは言葉を返すと不思議と通じ合える気がするの。虫や動物と心を通わせるとは、リリス様のような力じゃな。隠し扉を開くような仕掛けもなしか。ねえ、ベルゼのお姉さんもリリスって言うんだね。うん。私のお母様と同じ名前だ。なんじゃと。
メだね。どこにも出口がない。小娘、お前さんの父は名を何という？どうしてそんなこと聞くの？いいから答えんか。ジャム。待ってくれ。ジャムとはフォレストランド王の名ではないか？そうだよ。私はブレッドに幽閉されたお父様を助けるために戦ってるの。やはりお前さん、リリス様の娘だったのか。リリス様のって、え？それよりジャム国王の娘とは、アンは王女だったのか。バカ、騒ぐからまた。あ、ごめんなさい、また驚かせちゃったね。やはりリリス様と同じ力。ほう、それでお前変な匂いがしてたのか。どうして落ち着いてられるのよ、人間と悪魔が結婚なんて。そういうこともあるだろ。軽い。うん、そんなのどうでもいい。それよりお母様よ。お母様が悪魔ってことは、私は悪魔と人間のハーフということになるな。やっぱり。そ、なんだよ、お前も魔物なんて汚らわしいって口か。違う、そうじゃないけど、それじゃ困るんだよ。やっぱ嫌なんじゃねえか。話は後でいいだろう。ここを出る方法を考えなくては。なあ、お前あいつらと話ができるんだろ。だったら出口のこと知らないか聞いてみたらいいんじゃねえの。え？ああ、うん、やってみるけど、期待しないでね。何度も驚かせちゃってごめん。すぐに出て行きたいんだけど、出口がわからないの。もし知ってたら教えてもらえないかな。開いた！すげえなお前。うん、素直には喜べないけど。床が脆くなっているな。落ちる前にさっさと進んじまうか。
バイクで一気に渡っちまおう。悪魔の子だって気にしてんのか？だって仲間になんて説明したらいいのか。仲間ってレジ、レジ、レジスタンスです。そいつらが悪魔を嫌ってるから言い出しにくいってことかよ。それもだけど、レジスタンスの存在理由そのものに関わる話なの。ブレッドはクーデターの理由を、悪魔の王妃に操られた国王から国を守るためだって言い回ってる。でも私たちはそれを否定してこれまで戦ってきたの。なのに本当にお母様が悪魔だったと分かったら、レジスタンスの正当性が根底から揺らぐことになるか。愚かな。リリス様が人間を操って国を滅ぼそうなどと考えるわけがない。私だってそう信じたい。でもお母様はもういないから。いないってどういうことだよ。姉ちゃん今どうしてるんだ？勇者に退治されたってフォレストランド軍が言い回ってる。はあ？姉ちゃんが人間なんかに負けるわけねえじゃん。俺ですら一回も勝ったことないんだぞ。そんなこと言われても、10年前にお母様が姿を消したのは本当だし。ありえねえ。シーフ、姉ちゃんを探すぞ。もちろんです。じゃあ一緒にフォレストランドに来てくれるの？ああ、まあそうなるか。全員の目的地が一致したようだな。おじさんも来てくれるの？もちろんだ。アクアニウムを奪い返さなくてはな。すごい。こんなに心強いことないよ。ちょっと待て、レジーなんとかに力を貸すためじゃねえからな。分かってる。よかった、夢みたいだ。本当に分かってんのか？姉ちゃんが負けたなんて絶対信じねえぞ。俺より強いやつがそんなにいてたまるか。心配だから探すってわけじゃないんだ。うりゃっ。
天井か。早く通り抜けねえとぺしゃんこだ。やっと来たか。待ちくたびれちまって。先回りされていたか。クロア隊は足が自慢だね。中でも俺はとびっきりだ。さあ今度こそ逃げ場はないぜ。おとなしくアクアニウムを渡しな。勘違いんなよ。ぞろぞろお供がいなきゃお前なんか敵じゃねえ。数で有利だから強気になるなんてクソだせえぞ悪魔くん。誰がダサいだこの野郎。さあ始めようか赤い魔物くん。このエンジン軽量化のせいか耐久性は低そうね。攻撃して減速させられないかな。おいおい、まだまだこっからだぜ。やるね。こいつは効くぜ。レースみたいだな。結構燃えるじゃん。王子、敵の行動を予測するんだ。王子、コーナーです。コーナーで追いつくのですぞ。な動きですな。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。厄介な動きですな。なかなかやるじゃないか魔物君。その強さ魔物じゃなければクロア隊に欲しいくらいだぜ。冗談じゃねえって。
そんな目から追いつけると思うな。おいおい、まだまだこっからだぜ。そんなキザな人間などに負けんでくだされ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。やっぱりついてこれねえか。避けてみろ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。そんなキザな人間などに負けんでくだされ。キザな人間などに負けんでくだされ。俺と速さで勝負するのが怖くなったか。燃えろ燃えろ。レイ、おいおい、まだまだこっからだぜ。なぜ俺を。だってあなたも大事な。チッ。おいおい、魔物が人助けなんて悪い冗談だぜ。ああそうか、とどめは自分の手で誘ってんだな。いいぜ、お前にはその権利がある。ベルゼはそんなことしないよ。悪魔に操られてるってわけじゃなさそうだな。どうも俺が聞いてる魔物ってのとは違うらしい。とりあえず今日は乾杯だ。だが次はこうはいかないぜ。何回やっても同じだっての。将軍一人一人の力量が国王軍とは比べ物にならん。対抗できるのはあれ将軍くらいだろう。手ごわいぞフォレストランド軍は。大したことねえよ。
あのさ、ベルゼ。あ？ベルゼって私のおじさんなんだよね。おじさんはやめろ。おじさんでいいではないですか。じゃあシーフはアンのことアン様って呼べよ。姉ちゃんの子なんだからな。確かにそうですけど、今さらそれは。こそばゆくなるからやめて。これまで通りでいいよ。そうか。じゃあ遠慮なく。それでおっさん、いつフォレストランドに行く？すぐにでもと言いたいが、サンドランドでやり残したことがある。やり残したことって？話はスピノ町に戻ってからにしよう。すまんが少し休みたい。結構無茶したもんね。主に君がな。そうだっけ？若者にはこの程度の冒険は答えないか。俺とシーフの方が年上だけどちっとも疲れてねえぞ。あんたたちは特別すぎるの。ふう、安心して休める場所というのはありがたいものだな。で、やり残したことってなんだ？フォレストランドに乗り込む前にサンドランド国内のアクアニウムを回収しておきたい。他にもアクアニウムがあるの？おそらくとしか言えんがな。どういうことだよ。サンドランドには旧大戦で使われた戦艦が一隻はルジバ戦艦、そしてもなるほど、戦艦の動力としてその可能性は、これまでの動きを見る限りフォレストランド軍アクアニウムの場所を正確に掴んでいる。北東の果てにあるメリック戦艦まで不安の目は早めに積んで。アレ将軍に伝えて国王軍に任せられないの？もちろんアレには伝えるが、俺たちの方が強いしな。そういえば国王軍の警備隊が、ま、分かった。おじさんたちは私はいつでも出発できるようにの。そうしてくれると助かる。今手元にあるアクアニウムはどうす、持ち歩いていたらまたや。確かに。しかし各それなら東亜町長に聞いてみ。そうだな、そうしてみよう。なあおっさん、絶対に見つからない宝物の隠し知らないか？宝の隠し場所？いや、大人同士。何を隠すつもりだ？あなたは知らない方がいい。そうか、よほどのものらしい。それなら西の隠し部屋がよかろう。反乱軍時代に貴重な銃器などを。それは心強い。隠しに行くのは私に任せて。みんなは先を急ぐでしょ。お前一人で大丈夫かよ。姪っ子のことが心配？うるせえ、そんなんじゃねえよ。姪っ子？うん、こっちの話。とにかく隠すのは私に任せて。行ってらっしゃい。たくあんのやつ、おじさんとか姪っ子とか何なんだよ。そう言ってやるな。10年両親と離れ離れなんだ。身近に血縁者がいると分かって嬉しくて仕方ないんだろう。ふん、そんなもんかね。
かしていく？
こちらラオ、アレ将軍聞こえるか？こちらアレ、何かありましたか？これからアクアニウムを探しにメリック戦艦へ行こうと思う。よっしゃ。それはありがたい。調査隊を派遣するつもりでしたが、手が回らず気を揉んでいたところです。国王から命令書にサインをもらい次第隊を合流させますので、それまでよろしく頼みます。了解した。